おはようございます。おはようございます。サイコチャンネルです。今日も気になる観光情報をピックアップするコーナーをやります。はい、2弾です。よろしくお願いします。はい、じゃあ今日の気になるニュースをお願いします。はい、まあ、観光というよりも旅行業界のニュースなんですけど、今日の11月12日の日経新聞に載った、ニュースで HIS 海外で M&A 支援と、はい、いうニュースを取り上げたいと思います。で、これ何かっていうと、 HIS が、まあ、日本の企業が海外の企業を M&A しようとしたりするときに、だいたい金融機関とかが、その M&A 先の会社が、まあ、いいかどうかみたいなのを調査するみたいな、デューデリジェンス、デューデリジェンスとかって言われる業務が発生するんですけど、それをこれまで金融機関の担当者がやってたのを HIS の海外法人、海外拠点に駐在している日本人スタッフが代行しますよっていう。ああ、なるほどなるほど。今までやってた業務とは別で、あ、そうそうそう、デューデリジェンスをやる、そう、その代行を HIS の駐在員がやりますっていう、のがニュースになってましたと。HIS は世界70カ国に、70カ国すごいですね。303都市、すごい。541の拠点を持つって書いてあって、はい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 。で、これまではその海外の企業を、例えばから旅行が M&A しようってなったら、金融機関に頼んでそのデューデリをお願いするんやけど、逆にこの金融機関の人は、このコロナの中で海外に行ってわざわざ調査しに行ってみたいなのって結構、もう今難しかったり。確かに確かに。まあ、飛行機乗ってとか、そうそうそう、手続き踏んでみたいな。の前の動画でもあげたんですけど、あの14日間隔離とかもそういうのもあるから結構難しかったりするから、もう現地のその体重541拠点に散らばってる HIS の駐在員の人が現地調査業務を代行しますよっていう事業をやってるらしくって、すでに9月に新生銀行となんかそういう仕事が1個うまくいったのがあるらしいので、すごい、まあ、それを本格的にやっていきますと。HIS の海外のスタッフは通常の旅行業務に加えてホテルや食事、交通手段の手配とかを含めて、はいはい、まあ、現地の事情とかにめちゃくちゃ精通をして、でこれまでもその企業の M&A に限らず海外進出の市場調査みたいなのを手伝ってきたみたいな、そういうノウハウとか実績があるみたいなので、へえ、そうなんですね、はい、意外やん。そのノウハウを M&A の分野でも活かしていくというふうに舵を切ったみたいです。なるほど。じゃあ HIS のなんか今までのなんか強みみたいなところをなんか着目して、あ、なんか HIS の人たちだったら地元の情報だったりとか現地の情報を取りやすいよねみたいな、これで任せていく。そうそうそう。で、まあ、HIS も旅行業はもう多分今このねコロナ期間は結構きつくて、海外旅行日本人が海外に行って、で現地の駐在員が対応してみたいなのってもうほぼ多分今仕事なくなってると思うんで、まあその一時的な仕事かもしれないですけど、まあその今いる人材をまあクビにせず、その新しい仕事を、まあ、生み出してというか、はい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 、で雇用を維持するみたいなのをやってるんかなと。なんか同じような感じだとリッツカールトンとかホテル系のスタッフとかもその従業員の雇用を維持したままコールセンターとかでに派遣したりとか、なんかそういう旅行業界の人員がちょっと別のところに流動的に動いてるみたいな、最近よくあるニュースだったりするんで、まあ、ちょっと旅行戻ってくるの海外とか特にね、まだ先かもしれないですけど、まあ、なんかちょっとそういう施策とかで、うまく食いつなぐじゃないですけど、ちょっとつないでもらって、でまた海外旅行が戻ってくるタイミングに備えてですね、準備してもらえると嬉しいなと思っております。で、この HIS の人たちの強みとかって、今までは多分コロナの前だったら当たり前だったことが当たり前じゃないんだみたいな、こんなに全世界拠点持ってて、しかも多分 HIS だとツアーを作ったりとかするんで、この地元のお店だったりとか業者の人とかと多分コネクションがあってコミュニケーション取りやすかったりとかするっていう強みが新しく出てきた、出てきたわけではないけど再確認できたみたいな。確かにそういうのはね、ちょっとやっぱリモートとかでは難しくて、まあ、会議とかやったらわざわざ海外出張のやつが今ズームでできるようになったとかってなるけど、やっぱその現地に足運んで調査するみたいな業務は、まあ、必要な部分も多分残ってるから、なんかそういうところを現地にいるからこそのメリットを使って、まあ、そうやって代行してもらえるとかは、まあ、結構なんか視点としては面白いし、まあ、HIS ならではいう感じでちょっと頑張ってほしいなと思いました、うん、はい、ありがとうございました。タイポチャンネルでは観光ニュースを今後もピックアップしていきます。タイポではオンラインコミュニティを立ち上げていて、そこでは毎日今話したような観光情報だったりとかシェアするチャンネルがあったりとか、旅行についてみんなで考えるディスカッションがあったりというコミュニティがあるので、リンクを貼っておくのでそこから飛んで詳細見てください。はい、僕らも毎日スラックのチャンネルでやってるんですけど、僕らが順番にねこんな感じでニュースを投稿したりとか、あと週に1回がっつりなんか自分たちの旅の話とかをコラムとして投稿したりしてるので、ぜひですね参加してもらえると嬉しいです。はい、じゃあ今日は終わります。第2弾ありがとうございました。はい、ありがとうございました。